れ以外だと、さっきほど言ったお茶の葉のサラダが一番人気ですね。お茶の葉ですよね、本当はい。に。紅茶とか日本茶のそうで緑す、そ茶うので葉っす。ぱを食べるんですか。はい。で、味付けは？まずね、お茶の葉はそのまま食べるのではなくて、はい。発酵させてるんですよ。お茶へえ。の葉を多分、私もしたことなくて、ミャンマーから発酵したものを送ってもらってるんですけど、塩でこうつけちょって、とお漬物そうにで似すてます、ね、日本の。そのはい。一緒に唐辛子とか酸っぱい果物をまた後で混ぜ込んで、発酵させたものにまた味をつけて、でちょっと油でこう柔らかくして、でそれを使ってキャベツとか生野菜と一緒に混ぜて、あとはナッツをまたさらに混ぜて食べるんですね。なので、食感もね、ナッツの食感とそのお茶の葉の酸味と、あとは、唐辛子のピリッとした辛さなんかで、何とも言えない、一度食べたら皆さんこう病みつきになるっていうことを言ってくれていただきますね。食べてみたい。このランチセット、まず基本ですそうでね。すね、これがおすすめですね。